あんたはやっぱり公部署の時の浪人だな。俺は写真機が好きでな、この写真館にもよく来るのさ。にしてもちょうどよかった、あんたのように手だれでかつ幕府にしがらみのないやつを探していたんだ。実は幕臣の中に商人と組んで悪どいことをしているやつがいるみたいでな。僕が教えてあげたのさ。横浜でも役人は身勝手な真似ばかりしていただろう。幕府なんて腐りきっているかと思っていたけど、この人は話がわかる。お仲間を取り締まってくれるそうだよ。そんなわけで言い逃れできないよう証拠を押さえたい。この写真機でな。ちょうどいいじゃないか。君も前に渡した写真機持ってるだろう。ああ、遊んでいるうちにコツはつかんだ。特に伊賀七が作ってくれたこの写真機は興味深い。これを使ってから印判も出版も不便に感じるようになった。この飯塚式は全てにおいて勝っている。そうなんだよ。西洋では乾板写真が研究されているらしいけど、そっちも観光させられる色にはまだ限りがあるんだ。飯塚式なら色味も豊かで何より扱いやすい。このやり方を生み出すために僕はまず初代伊賀七の、またやってしまった。不正の証拠を抑える件、あんたも手伝ってくれないか。俺が家来を引き連れていくと大事になっちまうんでな。よし、奴が取引をする刻限になったら出かけよう。幕府は巨大かつ複雑でな、将軍の俺ですら不正役に勝手に処分はできないんだ。やつはそれの舌をもらうだけでは飽き足らず、幕府の武器を勝手に諸侯へ売り払っているらしい。そんなわけで証拠問題だってな。だから殺しはなしだぜ。取引の場所はここだ。忍び込むぞ。主任を捕らえるぜ。覚悟。ネズミが2匹か。わしも錆びついたものだ。見られたからには生かしておけん。悪いよ。
様、ご無事でしたか。警察がすぎまするぞ。ほう、上様、思わぬ大物が釣れた。お前らなぜここに。勝殿の差配で密かにお後を。されど上様の行方を見失い参上が遅くなり申した。いや助かったよ。勝は相変わらず抜け目がない。あんたにも世話になった。俺にも見当がつかない。幕臣を始末した凄腕のじいさん、今わかるのはそれだけだ。さっきの男のことはお庭番にでも探らせておくよ。あの幕臣の悪行はお知らせで裁きたかったが、死んじまったもんは仕方ねえ。世話をかけたな。